今日は大晦日です。千代田区の老舗そば店は年越しそばを食べに来た人でにぎわいました。千代田区にある1884年創業の神田松屋はこの1年の締めくくりとして年越しそばを食べに来た人でにぎわいました。いかがですか？美味しかったです。すごい美味しくいただきました。美味しかったです。いい年を越し迎えられそうです。大晦日にそばを食べる習慣はそばのように細く長く生きるという願いを込めて江戸時代から始まったと言われています。上がり一つお願いします。7右手前。今日はいつもより1時間早い午前10時に店を開きましたが、店内に設けられた60席は常に満席となっていました。午後9時半までに並べばこのお店で年越しそばが食べられるということです。